皆さんこんにちは。三島町県民リポーターの五十嵐望です。以前皆さんに稲の種まきの様子をご紹介しましたが、実はこのお米、我が家で作ったお米なんです。この辺りの農家のほとんどは兼業農家で、この時期になると親戚一同集まって種まきをするんです。夏にはキラキラと綺麗な田んぼが地域を彩り、秋は黄金色に輝いた稲穂が頭を垂れます。そしたらまた皆さんにシェアしていきたいと思います。その稲がご覧の通り立派に成長しましたので、今回は稲刈りの様子を皆さんにシェアしていきたいと思います。刈り取った稲は乾燥機で水分を飛ばし、玄米にしてから出荷されます。我が家で育てたお米が皆さんの食卓に上がるかもしれません。